夏の高校野球静岡大会4回戦が行われ、春夏連続甲子園を目指すシード校常葉大菊川が御殿場西と対戦しました。御殿場西の監督はかつて菊川を率いて選抜全国優勝を果たした森下監督。その時の中心選手が菊川の石岡監督です。注目の指定対決は2回、御殿場西が1点を先制するとワンアウト1塁3塁から8番加藤がコンパクトなスイングでライト前へ、2対0とします。追う菊川は3回同点に追いつき、なおも2アウト2塁でキャプテン平出、勝負強さを見せ3対2と逆転します。8回御殿場西は一塁ランナー野口がプロ注目菊川のキャッチャー鈴木京の肩に勝る俊足を見せ盗塁成功。チャンスを広げると4番岡本が執念のタイムリー、シード校相手に同点に追いつきます。その裏菊川はワンアウト2塁から4番岩崎レフトオーバーのツーベース、終盤に貴重な勝ち越し点を奪います。このあと6番鈴木京のタイムリーで追加点を挙げた常葉大菊川が御殿場西を破りベスト8進出を果たしました。